ンポン。私は一体誰なんだ。何アホなの。いや、最近自分自身のことがわからなくなってしまって。なんか悩み事か。そうなんです。なんで私ってこんな可愛いんだろうって。何お前、心配して損したわ。まあまあ聞いてくださいよ。なんやねん。私は自分の可愛さの秘密を知るべく調査をしました。はあ、まずはこの愛らしい瞳。はあ、しかも増やせますしね。多ければいいってもんじゃねえんだよ。あとはスリムなこの体つき。はあ、リサイズも可能です。やめろやめろ、変幻自在。すごくね。どうでもいいがその顔やめろ。ウエストもこんなに細い。リサイズ忘れてんぞ。ああ失礼。気を取り直しまして、はあ、ゼロウエスト。上手にできない軸の変え方やめろ。あとは柚木ゆかりという名前も可愛いですよね。はいそうですね。ちなみに柚木ゆかりという名前はボーカロイドに縁のある人たちが音を結ぶという意味なんです。へえー、名前やないか。でもアホホ、名前の由来かっこよすぎ。いっぱい結んじゃうぞ。中身がこんなアホじゃなかったらどんなに良かったんやろな。